それでは第3ヒートをスタートしていきましょう。5, 4, 3, 2, 1 第3ヒートがスタートゼッケンレッドには佐賀飛鳥選手そしてゼッケンホワイトは岡澤志保選手契約ウェットスーツは斉藤そしてゼッケンイエロー遠藤優子選手はトライアルから勝ち上がってきた選手福島県からのエントリーゼッケンブルー片桐典子選手トライアルから勝ち上がってきた選手千葉県からのエントリーですさあこの4名で第3ヒートが行われています ゼッケン、エローアップ、さあハングファイブからステップバックする、レッドもアップ。 先ほど行われましたウィメンズのラウンド1プロ本戦第2ヒート第1位でラウンドアップしたのがイエローの池田千明選手トータル6.4ポイント第2位はレッドの林由美子選手トータル6.35この2名がラウンド2に駒、えー、を進めています惜しくも3位がブルーの関本選手トータル5.654位はホワイト佐藤選手トータル3.95ポイントという結果になっています ゼッケンレッドの1本目は1.75ゼッケンホワイトの1本目4.75ホワイトの1本目4.752本目が1.3ポイントそしてイエローの1本目は2.5ポイントブルーの1本目2.25ブルー2本目は1.0ポイント。 ゼッケン、イエローアップ、レッドもアップする、イエロー、ハングファイブからステップバックして。 インターフェアレンスコールインターフェアレンスコールレッドオンイエローレッドオンイエローレッドの選手がイエローの選手に対してのインターフェアですイエローの選手はエクストラウェーブ1本追加ですさあパドルしているのはホワイト岡澤選手さあバックサイド方向失礼ライト失礼しましたいいんですねバックサイド方向ですねライトブレイクそしてビハインドブルーブルーの選手は レフト方向にバックサイドでそしてイエローの選手パドルしますがノーライド。 絶レッド、さあバックサイド、ハングファイブに持っていくがインコンプリート、そしてホワイトがパドルしています、ノーライド。さあ、明日は選手6時集合です、明日は選手6時集合です、本日はこのウィメンズのプロ本戦、ラウンド1、第4ヒートで本日のスケジュールすべて終了します。そそしてその終了後 女子のロングボードの女子の選手の選手会を行います。 ゼッケンイエロー遠藤選手1本目が2.52本目2.6ポイントそしてホ,ホワイトの岡澤選手の3本目2.55時間半分経過ヒート時間半分経過ホワイトの3本目のライディング2.55ホワイトは4.75と2.55トータル7.3第1位のポジションがホワイト第2位のポジションがイエロー第3位のポジションブルーですブルーは2.25と1.0トータル3.25 ブルー必要なポイントは2.85ポイントですそしてレッドレッドはインターフェアを犯してしまっています必要なポイントは4.22さあそのレッドがさあハングファイブさあステップバックスルーさあリエントリーまで持っていきたいちょっとリエントリーでバランスを崩してしまったゼッケンレッド佐賀選手 さあレッドアップさあハングファイブからステップバックするさあリエントリーまで持っていくんですけれどもインコンプリート。 ゼッケンレッド4本目のライディングは3.5ポイントさあレッド2位に上がるために必要なポイントは3.2ポイントですレッド3.2ポイントが必要ですそしてブルー2.85ブルーに必要なポイントは2.85ホワイトアップさあバックサイドでアートバランスを崩す 現在第1位がホワイト・岡澤選手、トータル7.3ポイント第2位のポジションはイエロー・遠藤選手、トータル5.1ポイントそして第3位のポジションはレッド・佐賀選手、トータル4.7佐賀選手、必要なポイント3.2ポイントさあ、レッドアップした、バックサイド方向さあ、ハングファイブからステップバックする。 さあここは抜けていきたいところしかし波のブレークが早かったレッドレッドに必要なポイントは3.2そしてブルー片桐選手に必要なポイントは2.85です片桐選手の4本目のライディングは1.75片桐選手に必要なポイントは2.85ポイントです 残り時間5分残り時間5分 ゼッケンレッドの佐賀選手ラストウェーブは、ね、3.05わずかに届きません3.2ポイント3.2ポイントが必要ですそしてゼッケンブルーは2.85ポイントが必要ですそしてゼッケンイエロー遠藤選手のバックアップスコアは2.5ホワイト岡澤選手のバックアップスコアは2.55ポイントです 残り時間3分現在第1位がホワイト第2位がイエロー第3位レッド第4位ブルーさあレッドは痛いインターフェアを犯してしまいましたしかし3.2ポイント以上出せば2位のポジションに上がっていきますそしてブルー2位に上がるためには2.85さあレッドアップした さあゼッケンホワイトさあハングファイブからさあそう前に出てきてリエントリーまで持ってきたホワイトちょっと前に出てこれなかったか。 インターフェアレンスコール、インターフェアレンスコール、レッドオンブルー、レッドオンブルー、レッドの選手がブルーの選手に対してのインターフェアです。ということは、レッドの選手、2回インターフェアをしてしまったので、海から上がってください、さあ、イエローの選手に、ライトブレイク、テイクフ、イエロー、さあ、ステップバックをする、ノーズライドからステップバックして、リエントリーに持っていきたい、あー、惜しい。 残り1分45秒 30秒カウントダウン10 9 8 7 6 5 4 3 2 第3ヒートが終了しましたホワイトの岡澤選手そしてイエローの遠藤選手がどうやら逃げ切った模様です。